結局ね、東京はずっと北風、東京風で懐かしい。
で雲が見えるほど構造ないし、はい、白く散乱することをするタイプの大きさじゃないので色がきれいに、あと密度の方が密度か、密度もある。何きっかけで見つけたとか出会ったのか。たまたま見つけた、なんか朝駅で、まあね、ここ何かすんごいいい天気だけど、はい、つい何か反射的についに太陽の空を駅の屋根でこう太陽を隠してその空を見た、たまたま、はい、そしたらなんか派手なのが見える。何や何や本番なんだけど、雲も出てないなんで見える、なんか見えない程度の薄雲が張ってるのかなって最初思った、はいはい、それが、で、まあ、よくわかんないからとりあえず見えたし、その、まあ、春先に人も見えたりとかチェックしといて、で、そし5月ぐらいに4月後半になった時にたまたまニュースで今年は花粉追加量多かったっていうのを聞いて、あれひょっとして、すごい。で、その後あのウェブサイトで花粉のグラフが、はい、それと見えた日を照らし合わせたら、あって。すごい。次の角度を調べて、大きさとその見えた角度、はい、見える角度、なんか、そんなに細かくはと。正確にやると、じゃあ、波長のフィルター通してるみたいなことわかんないんで、はい、まあ、雑報だったんですけど、まあ、大体こう、特に矛盾はない。うん、多分それっぽい。で、翌年、その飛散量と、この飛びそうな時に見えるっていうのを確認して、はい、まず間違いない。授業の途中の実験とかで出てきそうなぐらい、分かりやすい。嘘みたいな、ね、こう、輪っかに。この輪っかが、何重とかに、ここの輪っかがもう2個になって、非常に重要だ。状況だったら、まあ、なんかこれを見ただけで嫌な感じで見ただけで、もらっていた
やだどういうI'm
愛媛県って四国のどこやねんっていう。箱は、寝てないけど、みきゃんじゃないです。愛媛県。
水道側と絶対なんか違いそうなっていうね。結構こんな感じで地形、四国山地があって、で、うわ、瀬戸内海、それこの畳先なんとかね。そんなにね、やっぱり水に削れちゃうんだよね。ここ超風強いもんね、水道ね。そんな風になって、だからちょっとね、あの面白気象、気象特性を大きく見てみますと、降水量が比較的少なくて、晴天が多くて、乾燥しているっていうのは大きく見た場合です。っていう理由はこんな感じで、あの田辺さんが図をくれました。どっち風吹いても、夏で南風吹きやすくても、冬で冬型で北風吹きやすくても、瀬戸内海はなんか晴天が多い。どっち風吹いても平気。山越えてくる側の風っていう。じゃあ特に瀬戸内海の方が季節の大体風下側になっちゃいます。だから小さく見ると違うんです。今見ていただいた通りでかいし、全然違うところに海に面してますね。だから降水量が比較的少ないとはいえですね、まあ、この例えばまたまたこれ年間1200人で、で降水量が多い側1650人で、結構多いところ年間2700人、まあ、標高がそこそこありますね。上越市だとね、1280メートルとかで、年間の降水量がそれぐらい差が、県内で結構差がある。神奈川県もあるんですよ、結構差が。でもまあいいんだよ、そんなに差があるね。じゃあ雪どう降るか、みんな好きでしょ、雪ってことで。雪こんな風に分けられています。特に中予の山間部、はい、積雪が多くなります。なんでか、関門海峡シューって抜けてきたところのドンツキ、ね、この辺が当たりますよね。ですので、まあ、冬型の時も特にあの辺を抜けてくる風でこの辺りで積雪が多くなります。南岸低気圧の時は、これ南岸低気圧の時ちょっと分からなかったので、ここが多くなりましたけど、しましたさん、はい、いいですか。多くなりますか、この辺。南岸の時ですか。南岸低気圧の時です。東洋から中洋の平野部で積雪。そうですね。はい。お湯切りだめ。その風が、ね、吹いて。そうですね。はい、まあ、こんなふうに細かく見てるとちょっといろいろ複雑で、なかなか予測して側に立つのが難しいところだというのが、まあ、あの気象庁のホームページからまくったのと、あとは普段の予測やってるあの辺の島下さんから聞いた話ですね。ということで、ここからは永井さんがね、教えてくれた他に天気は、じゃあ気象庁のホームページで、松山の気象庁のホームページとかたくさん出てました。他に何か特徴ないかとかいろいろ出てますね。石土山は有明海、石土山のところです。これ、もう、石土さんのおかげやねって言ってくれたらいっていう時、なんかあっても、発酵地で全部振って、地図見ただけで嫌だ。毎年ニュースとかで、今年も
あ、予想あるんだ。はい、用意いたしました。素晴らしい。用意したっていうか、あっただけです。まさにニュースです。嵐、肱川嵐は、大津高地で発生した霧が強い風とともに、肱川に沿って数十キロに渡って川を下り、夕方まで流れ出す現象です。今シーズン5回目の発生となった今朝も、先月、国の重要文化財に指定が更新された長浜大橋を使用する霧が吹き込み、地域の人から赤橋と呼ばれ親しまれている長浜大橋ですが、肱川嵐が発生するこの時期、橋を渡って学校に通う子供たちにとっては大変なようです。Thank you.
知ってますか？太陽3つあるんですよ。左右の現実や。そうだよね。一応早塚さんはそれ言っちゃうよね。言わなきゃいけないから。言わなきゃいけないって、そうなの。食ってみました。違います。現実違います。どこにあるか、ヒントですね。そうですね。そもそも瀬戸内海は東洋の地中海という美しい言われる中に、すごく島々と海のきらめきが美しいところなんですけれど、ここに3つの太陽が映ってますね。3つってますね、ここに。すごい。食べ比べたら一発でわかる。見た目も全然違う。見た目は難しいですね。でも食べると違います。食べたい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 。私が一番美味しいのを食べられるみたいな生理ができた絶対こっちみたいな。で、実際食べて草を交換して、あ、やっぱりこっちじゃんとか、そういう競争があって、絶対みんな譲りたくないんですよ。このちっちゃいのがいいとか、ヘタの大きさがちっちゃいのがいいとか、オレンジのつぶつぶの黄身が細かいのがいいとか、持った感じの皮がごついのはあんまりおすすめの。のなんかスベスベしたちっちゃいやつが美味しい。まあ、色はもちろんなんですけど、すごいこだわりが、形とかもすごいこだわりで、品種にもよるんですけど、赤が転がってるよりも変形してる方が美味しい。もらうことよりもあげることに一生懸命なんですね。ああ、そうかもしれない。おすすめ、それすごい。超いい社会です。あ、そうなんですよ。なんかこう言ってましたね。愛媛県発祥して、これ親父ギャグ。長井さん、親父ギャグ。探さないですよ。しかも、取っちゃうとして別に。もう、これで取っちゃったもん。はい。愛媛県はお天気の気象も、生活の気象も穏やかです。美味しいものたくさんあるし、人が穏やかなので、なんか永井さんに聞きたい、もしくは
まあ、確かに。あ、はい。
そしたらすぐ連絡しますからね。全然。すごい。
まいっす。Thank you.
ちろんです。甘酢部分を見えるといろんな種類はい、あ、これ菊ちゃんと一緒だ。あ、これ結構いいやつだ。へぇー、すごい。こっちもね、そのカメラ見たことない。アジアじゃないですか。ないと思う。同じアプローチね。かける条件の椅子が、はい、ということで今日は連絡恋キーに秘密をお越しいただきましてありがとうございました。ちょっと長くなっちゃって最後バタバタバタってなっちゃいましたけれども、あの楽しんでいただければよかったと思います。はい、どうしてまた。